まあ、それでも自分の後輩の娘がこの辺で行方不明でまだ見つかってなかったりするんですけど、あと同級生のお父さんもまだ見つかってないですね。そうです、日中が一番最初にモニタリング除染をやったんです、2011年の年末ぐらいに。でここの駅舎が流されてあそこに激突したんです。駅舎ごとこう流されたのがそこの角に激突してそこにベシャーンってなったんです。でこの辺全部瓦礫で埋まってて、この先カーブがあります。ここ同級生のクリーニング屋だったんですよ、ここ。まあ、こいつは無事でしたけど。2011年3月11日、福島第一原発周辺のいわゆる浜通りといわれる地方の学校は、津波と原発事故により大混乱に陥った。震災直後、警戒区域など避難の必要があるとされた小中学校は移転もしくは休校を余儀なくされた。震災後、福島県富岡町は警戒区域となり、町民は避難を強いられた。富岡町の学校は2011年9月、福島県三春町の工場跡地に開校した。富岡町の子どもたちはそれぞれの避難先からバスで通い、帰りも一緒にバスで下校する。まあ、地震が起きまして、私はテニス部だったもんですから、はい、町のテニスコートで練習をさせていたので、うん、準備の段階の時だったんですが、まあ、子どもたちの練習場所の方に、まあ、車で向かいました、うん、地震の。もう本当に道路も ひどい状況で、でテニスコートに着くと子どもたち、まあ、女子テニス部だったんですけれども、うん、もう、まあ、涙を流して、まあ、恐怖のあまり泣き叫んでいる子どもたちもいましたので、うん、まあ、富岡一中の方に戻ろうとしたんですが、うん、テニスコートは高台のところにあったので、学校は結構低いところなので、そこに向かう途中の坂道があったんですけども、そこに差し掛かった時に目の前に水が見えたんです。車の目の前に、なんでこんな高いところに水があるんだと、車の目の前にも水が上がってきましたので、これは津波だということを改めてそこで、気づいて、で慌ててこう車のギアをバックに入れて、難を逃れたと。だからテニスコートから学校に戻るのがあと1分2分、本当に数十秒早ければ私も津波に飲み込まれていたかなというふうな、そんな恐ろしい体験もしました。山田さんが津波に遭遇した場所の少し向こうには川が流れていた。津波は川を登った。その力は橋を吹き飛ばすほどであった。ホールになりますね、うん、あの工場の建屋だった時はここ食堂だったんですね、はいはい、全校集会って言っても、まあ、26名の集会がここでやってます、はい、まあ、子どもたちにとってやっぱり不幸なのは、
特別教室が十分ではないっていう状況なものですから、例えば理科の実験をする理科室がないと、まあ、美術と技術と家庭科理科がもう一緒の部屋と、ですから例えば理科のバーナーを使った実験をやろうとすると、ちょっと離れたところに金目田中学校という、まあ、三春町の学校があるんですが、バスでそちらまで移動してガスバーナーの使い方とかそういう実験というような作業を体験させるとか、そういうのをやったりしていますね。養成とかもされてるわけですよね。まあ、当然校長を通してそういう要望なりはしているんですが、なかなか難しい部分もあってですね、ただ郡山市内からスクールバスで通っているお子さんがいたり、まあ、まだ職に就いてないお父さんお母さん、そういう環境の下で未だにいるご家庭もありますし、なかなかこうなんていうかな、子どもたちのためになるようなところが、まあ、十分できているというふうなところまで行ってないところはあります。大丈夫だと思います。ぜひじゃあ、こんなのも子どもらの作品なんですが、南相馬市立鹿島中学校では現在4つの小学校が避難し学校を再開している。そのうちの一つ福浦小学校の本校は福島第一原発から 12.8 キロのところにある。こんにちは。こんにちは。あれは地震の前からあった堤防ですよね。あ、そうです。あれを越えてきた、はい、堤防はね低かったんですよね。だから堤防まあこんな傷んではいますけれども、堤防自体はね、決壊しなかった。あ、本当ですね、うん、ここがまた道路だから。あ、違う人も来てるな。ご自宅はどのあたり？あ、もうちょっとですね。臭いなってると分かんなくなります。やっぱり相当早く雑草って伸びますか？伸びますね、これね。ほんと。雑草だけは強い。ここです。ここですか？うん、ここですね。ここ。うん、ここがうちあって、ここ、まあ、ここがここ門でこのぐらいの門あったんだけど、ほんであそこが集会場。あ、あれですね。ねえ、大した高くないんですけど、みんなあそこに向かってったんですよね、うん、ここ集落、40何軒だかあったんです。40数軒。はい、でここにですか？ここの道路にダーッとあったんですよ。こう、うん、うん、うわ、いいね、うん、いや静かだね今日は。いやいや、改めてやっぱりいいなぁみたいな、うん、いやいやいや、震災の時たまたま卒業式でいつもより早く帰宅していた中学生のお子さんを連れて、3番目のお子さんが通う福浦小学校に車で向かったことで、後藤さんご家族は津波から逃れることができた。しかしそれは間一髪のことであった。
後藤さんは原発の爆発後避難を重ね、都合10回避難した。現在は新潟県の刈上住宅にお子さんたちと住む。お連れ合いは仕事のため福島に残り、二重生活を送る。後藤さんは新潟に避難してもなお福浦小学校の PTA 会長を続け、震災の年の年末には PTA だよりを避難先の保護者の皆さんに送った。その頃本当絆絆って言いましたけれど、言ってた頃ですけども、絆っていうよりはなんか、ここにもね手紙にも書いてあるんですけれども、それぞれの、選択だったりを尊重しながら、そこで頑張って、応援してる人がいますよっていうようなメッセージを送りたかったというか。PTAだよりふれあい震災特別号にはこうある。不明の家族を残しての避難はどんなにか後ろ髪を引かれる思いだったことかと思います。この困難の中、それぞれが精一杯の判断をし、精一杯の対応をしようと頑張っていることと思います。皆さんなんか市外に避難して初めてだって喜んでくださいました。でそういう、ただ私も何か紙一枚でも届けば嬉しいって自分も思ったもんだから、そして今は福浦子ども応援団という形で現在の福浦小学校の保護者を応援する取り組みを続けている。それで私今もこの12月25日に発行した、この子ども応援団だよりの方と一緒に、やはりこの今度は子ども応援団、おふくら子ども応援団の企画として、文集募集してるんですよ。文集こんな見せちゃうんだけど、これは新潟の人だ。新潟の人からもね、文集、それでそれが文集で帰ってきたんですね。そうですね、はい。震災後、この3年半の間、ずっとプレハブ校舎で学び続けている学校がある。小高中学校は移転を繰り返し、現在は鹿島小学校の校庭にプレハブ校舎を建て、開校している。取材してるんだよ、あんまり悪いところ見てないで。こんにちは。こんにちは。特別教室は私しかないんです。貴重な、忘れてほしくないっていう、今収束しました、原発収束しましたって言ってるけど、私らの生活全然、ね、変わってない。市の教育委員会から平成22年、23年、24年度で今どのくらい図書の貸し出しやってるって連絡が来るんですよ。調査してくれって。だってこれですよ、ここしかないですよ。これだけですから、図書館。これ図書館？図書です。これ全部図書です。これ今救援、応援でこういろいろもら送られてきたやつやっとここに置いておいて、そしてここで自由に見せている。
これまで2階で開校していた小学校が他に移ったため、小高中学校はプレハブ校舎の2階に特別教室を作ることができた。しかし設備は不十分で、理科室にはガスが来ていなかった。窓もあるんだけど、ガスそのガスそのものがないんですからね。どこにあったんですかね。この冬、雪が降った日には教室に雪が積もっていた。あ、写真撮ったのなかったか。あったかもしれない。そうですか。こういうふうに下から下からって感じですかね。そうですね。この辺までずっと積もってましたね。原発から15キロメートルのところにある小高中学校の本校は、2013年には地震による破損箇所の修復工事を行い、2014年には除染を行った。小高中学校のある区域は2016年4月避難指示解除の予定だ。この日、他県の教員が浜通りの学校現場の状況を知りたいと訪ねてきた。ここに住んでいると、みんなそれぞれに普段はそういうことを、あまり大っぴらにも口には出しませんけれども、前に向かっていくしかない。その前って何だろうっていう、私なんかいつもこう考えています。前に進むってどういうことなの。震災前と同じことをすることが前進するってことなの。県の教育委員会も南相馬市も同じですが、一日でも早く学校を震災前の状態に戻したいという思いがもうかなり強いです。一番はまだこんな状況なのに学力向上ですね。これをまず声高に言ってます。我々は学力向上の前にやることはあるでしょうと。まだこの福島県がそういう震災から立ち直ってない状況の中で、学力向上よりもまず先にやることは何かないんですかと。子どもたちの生活環境も劣悪だと。そんな状況の中で学力向上を言う前にやるべきことはあるでしょうと。あとは瓦が全部落ちてみたいな、そうですね、結構ひび入ってましたよね。入ってますね。完全に補修は終わってるんだ。この辺も基礎にザーッとひび入ってますね。エネイさんは他県の教員を小高中学校の本校に案内した。本校の校舎の廊下にはエネイさんが震災前に撮影した花の写真が3年半経った今も貼られてあった。ちゃんと残ってましたね。3年経っても。